当シーズン開幕から8戦して2勝6敗8戦の中でなんと4戦が完封負けという打撃の方の得点力不足がかなり深刻なものです4番候補の秋キ選手がなかなか結果が出ないこと開幕スタメンが期待された新人選手が軒並み怪我をしたことこと 復活が期待された高橋周平選手が早々にリタイアしたこと。これらが重なり、なかなか出来上の方が戻ってきません。そんな今のようなドラゴンズには、劇的な変化、劇的な改革が必要なのではないでしょうか。ポイントは、とにかく打撃力アップにあると思います。 現実的には難しいことは分かっていますが期待を込めたご提案が一つありますズバリ、大野雄大投手と西武山川の大型トレードです 西武の松井監督は、立浪監督の PL 学園の後輩にあたり、立浪監督から相談があれば、さすがに聞くんではないでしょうか。<laughs> ドラゴンズと西武は過去にも大きなトレードをいくつかしています。例えば、1985年のタオ選手、1988年の 平野選手ですこれはどちらも中日のスタープレイヤーでした大野投手にとってもっと打ってくれるチームで投げた方がいいですしドラゴンズにとってはとにかく大砲が必要これらを考えると利害は完璧に一致します 憧れだった立浪選手、現立浪監督のこんな姿は見たくありません。とにかくドラゴンズには大きな改革を支給してほしいものです。